何それ何よ分かんなくたっていいんだい。どっちが分かんないんだい。映画界初の芸術院賞を受けた小津安二郎監督が子供の世界を取り上げて描く野心的ドラマ。子供の大人へのレジスタンスと大人の世界の矛盾を軽妙なユーモアを織り交ぜて明るいタッチで綴る名匠小津監督独自のスタイル。松竹映画がなせる庶民風俗のリアルな姿。登場する4人の少年スターと主演に佐田啓二、久我義子。へえ、そいつは面白いな。おい、何言ったんだい。余計なこと言うなって言われたら大人だって言うじゃないかって。こんにちは、おはよう、こんばんは、いいお天気ですねって。名作彼岸花に続いて巨匠小津監督が再び送る松竹映画待望の野心作、おはよう、おはよう。